躍中有明型五郎と青木里奈さんのガタリナさんのステージとなっております。ぜひあの可愛いゆるキャラが出てくるんで、みんな前の方に、そして後ろの方で座ってらっしゃる方もですね、ここ真ん中、あのここのステージに関、緑の線からこっち側に関してはですね、あの立つのも座るのも自由となっております。後ろの方で見えないなっていう方がいらっしゃったら、もうぜひです、ぜひ前の方に座っていただけたらと思います。そしたらここだったら見えますのでですね。そして基本はこの緑のラインから出ないようにっていうことなんですけども、小さいお子様とかで、あの今からね、ガタゴロと一緒に踊れたりするから、そこの時は前に出てきてくださいね。ぜひ一緒に踊ってください。それではお呼びいたしましょう、ガタリナさんです、どうぞ。よかったらガタちゃんからほら、こうマイク
返事ギャグの方をいただいてもよろしいですか。あと、ダジャレ？ダジャレです。ダジャレばっかりやっちゃう？いいですか、ダジャレもらっちゃっても。もう4回やってるからやらないとスッキリしないんですよ。あ、そうね。もらっちゃっていいですか。はい。あの、ほら、タクに来たからね。タクに来てるから。今日はね、タクに関するダジャレよね。はい。ゆっちゃんか。ありがとうございます。じゃあ、何しましょうかな。はい。今日の朝ごはん聞いて。朝ごはん。あ、かなちゃん。あ、今日は朝ごはん何を食べたのかな。たくあん。はいはいはい。いい感じ。テンポよくいこう。テンポよくいこう。2個目いこうか。何があるのかな。じゃあ、うん、昨日釣ったお魚どうした。昨日釣りに行ったんだろうね。うん。かなちゃん、昨日釣ったお魚どうした。魚拓。ねえ、あと、あの、人生をうまく生きていくためにはどうしてない。人生をうまく生きたくて、あの、それは気を、あの、魚の心をかけてる。心をかけてる。聞いて、聞けばいいのね。ちょっと難しいね。ガタちゃん、まあ、人生をうまく生きていくために心がけてる？忖度。ほら、PA さんからもういいよっていう BGM。 いや、面白かったね。よかった、最後綺麗だったね。なんか、呼び切ったかもね。あの、もしいろいろ思いついたら小さいお友達も大きいお友達もガタちゃんにネタを提供してあげてくださいね。今日もタクに関するね、タクに関するやつね、もらっておきましょう。一応ね、ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、ね、4回目もしっかり親父ギャグできましたね。ダジャレいけたからね。さあ、じゃあガタちゃん、もうそんなこんなでいろいろありましたから、皆さんちょっとダジャレしか言わないゆるキャラさんなのかなとガタちゃんのこと思ってるかもしれませんので、そうそうそう、ちょっと一曲ガタちゃん歌っていただけますか。オッケー。じゃあ、おいのね、もうこれ、これ置いていってください。ぜひ大ヒットシングル、はい、あのベスト10にも入った、自分のベスト10に入ったのね。2曲しかない。オッケー。ガタゴロロックンロールキャラ。ガッタガタガタ、よろしければテレビ押しを。ガッタガタガタゴロロール、ガッタガタガタゴロール。歌ってよ。
じゃあガタちゃん、そろそろお時間も時間なので私が最後に1曲歌ってからお別れしたいんですけれども、ギターを弾いていただけますか？OK。 何弾いちゃうよ。うん、弾いちゃう。タコに関するダジャレを募集してます。もういいよいいよ、そんな募集しなくても。自分で考えましょうよ。ということで、じゃあ最後に1曲、私の割とオリジナル曲聴いてください。太陽の星。あ、チューニングやっていいですよ、流しちゃってください。
あ、リナちゃん行っちゃったよ。すごい迫ってくるね、ほんとね。一緒にな。